い、どうもピチピチーノテクタンと申します。ドラゴンクエスト7実況プレイパート114始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで、オルゴデミーラ戦でございます。どうしたらいいのとりあえずまず1個話しとくか。我らが神の仇今こそ晴らすでござる。まあ結構解決してないこととか多いから完全なラスボスではないとは思うんやけどやってないこと多すぎるからねとは思うけど、 BGM ありやし結構心してかかった方が、 BGM ありやしって言ったら無動性もさ盛大な BGM やったもんね。さて、まあ、そんなことはさておき、スクルトナインきついよね未だに未だに。攻撃入れる。いやメルビーに攻撃入れてもらおうか。まあ、最悪時の砂でどうにかしよう。スクルトアイラメルビー攻撃で吹雪してくるか分かれへんけど、一応ちょっと試しにクールガード行ってみよう。ダイラは、まあ、ルカニですね。ベラドーマ。クバーハがないからな。ウールガードでしょ。だから、あ、効かへんのや、ルカニ。55。通常攻撃をしてくるんかな。ベラドーマか。なんか、あんまじゃあ、することない。クバハないしね。ちょっと一回アイラ防御で。あ、通常攻撃してくるね。マグマ、うわー強っ。90。テクシの攻撃が結構入るね。ってことはテクシが基本的に攻撃担当っていう形にはなってく。奇跡の石アイラに持たせる方が良かったかな。メルビン回復しながら攻撃できるからな。死にいざないたいな。火炎切りで相手つく波動か。これだけで終わらせてくれればいいんやけど。かまいたち、いやあー、そんな効くんや、かまいたち。マジか、メルビン。え、メルビンぐらいじゃない、ザオラル覚えてるって。どうやっけ、ガボ覚えてたっけ。あ、ガボ覚えてるんか。覚えてるんは覚えてるんやな。オッケー。テクシが攻撃をどんどんやっていってほしいんやけどな。メラドーマ。痛い。よしナイス。ナイスですね。テクシ攻撃。で、メルビン、じゃあ、ベホイミしよっか。で、ガボは自分を、ベホマの方にしとこうか。ダイラが、カエン切り。OK、間に合ったよ。痛い。それで終わりにしてほしかったな。マグマも結構強いんだわ。いや、テクシがいい攻撃を与えてくれてはいるけど、どうしよっかな。どうしよっかな。もう全員回復になっちゃうよね。ベホイミで、ガボはじゃあテクシにしといて、そい、いてつく波動。まあいいよ、いてつく波動なら。あれから何もしてないし。それ以上何もせんといてほしいな。あ、オッケー。ちょっとお休みのターンくれた、よかった。そう、こちらバイキルトも持ってないからね。未だになんか職業の転職の仕方をちょっと私間違えてる感があるもんね。ガボ誰か回復させとく？メルミ
備にしとこうか。かまいたち痛い。それ何、寝るやつじゃない。メルビン寝てしもうた。ちょ待ってよ。でも起こせるやつって持ってるんて。あーでもちょっと待ってよ待ってよ待ってよ。とりあえず一回、テクシャを回復しといて、目覚めの歌とか覚えてた気がするんやけど、それどこになる。こっちじゃなくて普通に回復になるんかな。眠ってる仲間を起こす。 OK 痛いで起きるよね。おはやう。残りヒッピー知りたいな。なんかそういうのないんすか。そういうのないんすか。ないよね。あ、間違えた。間違えた。カエギリに合ってると思ったのに。あー、メルビンめっちゃ眠るやん。お疲れやな。今度はそれで OK。 メルビンあれで OK ね。とりあえずコットンガードが違う。コットンガードはだからポケモンやって、ウールガードがいらんっていうことは分かった。ちょっと足払いとかしてみる一回ね、試しに。ですよね。ちょっと、あー、テクシー、もうテクシーが寝るのは良くない。ガボって今満タンじゃないんかな。あ、ガボって200ぐらいあったよね、そういえば。じゃあ祝福ガボに使っとこう。めっちゃ寝かすやん。うわ、メラゾーマ、あー、テクシニカ痛い。よし、ガボは回復できたからよしと。で、またもうアイロ歌ってばっかり。あ、マグマ、あ、これテクシやばいよ。はい、気はするけど、相手つくハードをね。祝福が、うん、そこに来るか。オッケー。メルビンにザオラルしてもらわなあかんからな。ガボ祝福をアイラで、アイラ防御しとくか。誰に来る。うー、ガボね。うー、また攻撃か。痛い。もう、悪魔神官のミノさん、あれでお願いしたいところです。回復のあのパワーね。アイラなんか回復ないんよね。キアリクしてもしゃあないもんね。では、じゃあもう仕方がない。あ、間違えた。多分アイラが世界中の刃持ってるよね。使うしかない。世界中の刃ね、一応カジノで手に入るから、うまくいけばね、あのラッキーパネルで。なので最悪それ頼みっていうところではあるけど、ちょっと防御しとこう。うー、マグマ防御でよかったかもしれない。アイラはいてつく波動、まあ大丈夫です大丈夫です、まあ、回復戦だけマシなんかな、この人が。ちょっと回復のターン挟もうか。ベホイミー、ベホイミ、ベホ、まあ、なんか持ってない。あー、骨付き肉でもあげとく。効き目バッチリってことで。いや、もう一回防御。あれに来る。あはははは、稲妻、これ怖っ。今までこんかったな。あ、でもそんなに大したことなかった。ちょ待って、3回はあかんってなんでやねん。
なんで3回すんねん。ベホマにしとこう。で、じゃあこれ歌って。3回はずるやで。そい、おお、そう言うたら1回になってくれたね。まあいいんじゃない。でガボ祝福で、あれ、ちょっと待って、今メルビンがメルビンにしてあげちゃんと、やっとしたらガボ祝福でガボにして、アイラが火炎切り。何、2つの玉、2つの玉って何ですか、2つの玉って。なんそんな、なんか急になんかそういうこと言う。お前が何言ってるねんって感じやな。もうメルビンが攻撃のターン入れへん。やめて、テクシ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 、もしくはガバ、マジかマジかー。ヤザオラルで復活してくれよ。マグマ、マグマだけにしてほしいな。あんまフバーハが欲しい。多分フバーハを打ってくるであろうっていう想定のこれやと思うんやけど。ナイスー。で、今はちょっとおとなしく回復のターンを挟もう。ガボの MP が全然ないな。とりあえずベホイミ打っといて、魔法の聖水使えるタイミングで使うか。なさそうやけど、ガボにはなかなか。あー、また出た、2つの玉。二つやばい攻撃してくれ。メラゾーマ？からのメラゾーマはやばいって。それはあかんって。それは、その攻撃はやばいって。ザオラル、効くかな？世界中の歯持ってない？持たせてないか。ザオラル、ガボ祝福、アイラだってなんかそんな、なんか、いまいちやったもんな。ネオでも歌っといてもいいかもしれへんの、精霊の歌。痛そう。聞いてないしね。聞いてないしね、どっちにしろ。で、魔法の聖水でガボを打っといて、ガボがじゃあ祝福の杖でアイラ回復しとこう。オッケー。魔法の聖水いまいち回復せえへんな。奇跡の石使うとく。祝福の杖、ま、ちょっとやばいよね。あ、間違えた。2回も歌っちゃったよ。いやー、痛い。いや、ほんまに、いや、ヨナ君やめて。痛い。ちょ待って、死ぬやんこんなん絶対。おお、なんか ナイスやった。歌がちょうどいい感じで聞いたぞ。たまたまやけど。アイラずっと歌っとってもいいかもしれんね、死んだ時用に。と
こう言ってもそっか MP めっちゃ使うもんな。それは困るな。ほんまにこの人ヒッピーなんぼなん。小一時間問いただしたい。いやちょ待ってよ。ガボガボの祝福をメルビン。結構与えてると思うんやけど。そんなことないかな。気のせいかもしれん、もしかしたら。そい。まだやな、なかなかやな。こいつ勝てる？いやでも勝てるな、さすがに負けてんとうというような感じではないもんね。負けせんとみたいな、なんか、そんな圧倒的強さっていう感じではないから。ああ、嫌です。誰が寝ます？メルビンか。からのメラゾーマやめて。からのは、歌うしかなくなるじゃん？いやー呼ばないで。そんな呼ばんといて。そんな呼ばんといて。ちょっと世界樹の雫使っちゃおうかな。一生使わんと終わりそうな気するからさ。どうせどうせ。ナイス。からの凍てつく波動。手なんかしてくる？どない？ああ、よかった。なんもしてこへんかった。でもまだなんですよね。まだなんですよね、でも。ちょ、魔人切り出してみる。どうせガボそんなにダメージ与えられへんし。一か八かね。あ、ナイス！ごめんね、ガボ、なんかどうせとか言うて。でもまだな、みたいな感じするよね。痛い。あー、やだ、誰か寝ちゃう。あー、メルビンしか寝えへんやん。一番寝そうって思ってるんかな、メルビンのこと。さあ、ガボが回復をし出さないといけなくなってきたよ。違う。目覚めの歌。ファイアウ。あー、また誰か寝かされる。ガボかー。しかも、からの稲妻。稲妻めっちゃでかいわけじゃないけど、割と嫌やな。で、またおはようしとこ。ひー、メラゾーマ。あー、めっちゃメルビンに来るやん。わーわーわー。さすがにベホマでしょう。ナイス。ベホマっていうか、ガボが早いのは助かるな。そしてマグマですよ、嫌やな。なんの？倒したって思ったやん。そんなんさ、だってさ、まだ半分とかっていう感じじゃない。そんなん無理やで。無理やん、そんなん。やるけど、やりますけど、やりますけどさ、どう
しよう、なんかパニックでなんかちょっとわからんなったわ。回復した方がいいね、ベホイに。ああちょっとアイラがやばいな。でも一回ガボちょっと。感じよね。あ、なんもないんやった。真空波、そんなことしてくんの。これ負けたらさ、ここに来れる自信私全然ないんやけど、もう一回来るけども、来るけども、ここに来れる自信が未知のね。次第二形態からとか、そんな優しい話ないわな。死ぬよねー、死ぬよねーって。解除の歯誰が持ってます？多分ガボが持ってるんかな。地道にずっと奇跡の石をやってもらう形になるかしら。あ、ナイスナイス、よく避けた。いやでも激しい炎嫌やな。フバーハー、フバーハとスクルトとバイギルドが欲しい。あー、ちょっと待って、何していいかわからんなってきた。ベホイミとりあえず撃つか撃つか。アイラちょっと防御してもらおう。防御でなんとかなるか。いやこれ、ガボが死んでまうわ、まずい。それは非常にまずい。いや、突進やばない？こんなんもう無理やー。私は一生懸命頑張ったんだ。私は頑張った。できる限りのことはした。でも無理な時は無理だ。そういう日もある。奇跡の剣のおかげでちょっとしぶといな。ダメな時はダメ。これどこどうしたもんだか。まあ、とりあえず今のまま行ってもまあ、勝てはしないとは思うんで、ガボがまあ、武闘家こんな感じなんですけれども、まあ、マスターしたらパラディンになれるじゃないですか。で、そっからベホマラとか覚えたり、多分、どこかしらで。いや、賢者がおらんのがきついんかな？賢者の可能性秘めてるんで誰や？おらんな。おらんのか、賢者の可能性秘めてる人。そっか、倍切ると欲しいなって思ったけど。おらんのか。ま、ちょっとね、せめてベホマラぐらいまで
覚えるなり、レベル上げたり、あの職業レベル上げて、で、なんとか全員上級職で攻めていきたいね。ほとんどっていうか全員下級職なんじゃないかな、今。うん、それはちょっとまずい気がするんで。で、そうこうしてるうちにお金も貯まると思うんで、武器防具揃えて、で、ちょっと行こうかなと思います。はい。ということで、今回はこの辺りで終了したいと思います。ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。